皆さんこんにちは、さえこでーす。今回は大好評のファッションやっていきたいと思います。イエーイ。9月でしょ。ってことはまだ言うても暑いよねっていう日々が続いてるし、でも朝晩冷えるよねみたいな、ちょっとずつ秋感じてきてるよねっていう頃合いなんじゃないかなと思うんで、今日はみんなに寄り添うファッションの提案をしていきたいと思います。じゃあまず1コーデ目、早速ね着てるんですよ私。これどう？これは暑い時これでいいじゃん、はいはい、でもちょっと室内入ると空調で寒いよねとか、まああと夜も寒いよねとかいうのがあるから、ちょっとニットを1枚持って出とくとどんな場所でもしのげるかなっていうので、タラン、マンヤパの 2way クルーネックネイビー、流行ってるチェックを今回取り入れて、これはヌメロベントゥーノっていうブランドのチェックのキャミソールと、ロクっていうブランドのこのセンタープレスが入ってるパンツ、テラッテロしたパンツだからもうすごい動きやすいし、まあ、座っても立っても屈伸してもスクワットしても平気なパンツ。足元はタランナイキエアホースワン履いて合わせて、このニットでちょっと肩を守る。で、私はこうして二の腕をちょっと細く見せる、ちょっとかける、ちょっと隠すみたいなのも意識してニットをかけてます。これなんか寒くなったら、まあ、普通にこっち側、これツーウェイだからこっち前でもこっち前でも着れるんだけど、普通にニットとして着てもいいし、くるくるって回してこのボタンを開けて中のチェックを見せてもいいし、かわいいね、ちょっと美獣がついててこんな感じで1コーデ目、このセンタープレスついてることによってちょっと足長効果がね、少しスタイルアップ効果もあって、お気に入りのコーディネートです。1枚あるとそれ便利ですよね、ずっと使える。それこれね、去年も大活躍したし、1枚あると便利だよね、ニットってね。1コーデ目いってきます。ありがとうございます。じゃあこっちで。2コーデ目ねえ、ちょっとエレガントじゃない？私可愛くない？これこの前マンヤパのコーディネート紹介の時にも着てた、この黒いビッグリボンワンピースに、あの時はふーちゃんが中にタンクトップを着て合わせてたんだけど、私もちょっと見て、この首まで詰まってるタンクトップ、 H ビューティー&ユースのこれはタンクトップなんだけど、合わせて着てみました。やっぱりこのぐらいのお年頃になると二の腕が気になるから、こういうリボンでこのさっき言ったみたいに縦ラインを入れて動きで隠す、考えられて作られてんだよ。可愛いからってつけたわけじゃないんだよ。どういうことなんですね。二の腕を隠す、さっきのニットといい、やっぱ二の腕をちゃんと隠す方法が、隠すのとこういう縦ラインを入れていくっていうのは積極的にやっていきたいと思ってます。で、まあ、これだけでもいいんだけど、ちょっとエレガントに帽子かぶってみちゃったりして、ビビアナコンティ、これさ、なんか私いつもニナリッチが最近、これがもうちょっと丸いハットで、ここが深いハットを出してるんだけど、高いのよニナリッチの帽子って、うん、でもちょっと似てて、それがニナリッチよりも安い、そして同じ店で売ってる、いざで売ってるから、みんなニナリッチで悩んでた人たちはこっち買ったらこんなこと言っちゃいけないけど、こっち買った方がいいよっていうちょっとおしゃれ帽子、これで東京を練り歩きたいと思ってますっていう感じでね。あとこれね、これはインポートの海外から買った、まあ、バッグ、ちっちゃなバッグあると便利だから、まあ、こうやって歩いたりとか、こうやって雑に持ってもいいよね、こんな風に持ってたりとか。あとはティキーズの B さん合わせて、これベージュ合わせてるんだけど、なんかこういうコーディネートもどうですかっていう提案です。バッグめっちゃポイントになってていいですね。これ何柄って言うんだ。あ、ラムちゃんあんまりそわそわしない見てる人でいますよ、ラムちゃん知らない人きっと。あ、ラムちゃん知らない人いんの？いますよ。嘘でしょ、うるせえやつ、知らない人いんの？嘘でしょ。メゾン一国知ってる？メゾン一国は見たことないです。ジェネレーションギャップ世代が変わるとこういうことが生きてる間でも起きてくるんだ、震える。私たちも合わせていくけど、下の世代も頑張って合わせてみてね、はい、調べてみて、わかんねえなこいつ何言ってんだと思ってもちゃんと検索してみたら出てくるから歩み寄ってラムちゃんバッグ。
ね、かわいいよね。こういうちょっと柄物のバッグをちょっとアイテムとして刺してみてもいいんじゃないでしょうか、うん、この重ね着がちょっと私は、ね、夏は一枚で着たいとこだったけど、うん、秋になってくるとこうやって重ねてきて、あとなんかピタってしたさロングのシャツとか着てもいいしさ、意外と着回しが効くっていう。みんなもやってみて、持ってるワンピースとかで合わせてみて。ちょっと私のお気に入りコーディネート、今年の秋はすごいニットベストが流行ってるって言い方あんまして、したくないんだけど、まあ、いっぱい出てて、うん、私も結構前からニットベスト今年着たいなと思って、でこの T シャツとの組み合わせ合わせがやりたかったことで、これ今日はファトゥっていうね、私のお気に入りのフランスのブランド、うん、ジュエリー紹介の時に大ぶりのアクセはファトゥで買った方がいいよって言ってたあのブランドのニットベストに、なんちゃらかんちゃらっていうところの T シャツもう覚えらんないの全部なんて。で、前やっぱのこのロングスカートに、グッチのこれオファ、うん、を合わせてみたんだけど、こういうニットベスト着るとちょっとスクールガール風になっちゃうから、まあ、これでねミニスカートとかさ、そんなんこっちはもう履けないんですよ大人だから。だからちょっとレディーっぽくするためにこういうロングのテロッとしたスカートを今日は合わせてみた。まあでもデニムに合わせても可愛いし、パンツスタイルでもいいんだけど、ちょっとまあ年齢も意識しながらのコーディネートをしてみました。ニットベストはちょっと今年みんな1枚は持ってたら大活躍するんじゃないかなと思うから、まだ持ってない方はぜひっていうおすすめのアイテムです。イヤリングも何何何っていうとこのブランドでこういうちょっとプレーンな感じのツルッとしたピアスを今選んでみました。え、どういう決め方してるんですか。最終的に鏡見て、まあ、アクセサリーは最後の最後でバランス取るっていう感じかな。最初はこっち、この合わせはもう絶対着たかったから T シャツとベスト決めて、スカートじゃあこの色と、まあ、前パでもう一色ブラックもあるから、ブラックとどっちにしようと思って、私はちょっとパヤパヤさせたかったからこのブルーを選んでみた、うん、なんかこの中にある色とか合わせてみるとすごくいいんじゃない。なんか悩んだ時とかはなんか入ってる色を選んでみるみたいなので、まあ、ブルー入ってるからブルーのロングスカート合わせてみたのと、まあ、ローファーも素足で履くっていう。でなんか私も結構柄のバッグ持ってもいいと思うし、まあ、黒いちっちゃなポシェットっぽいの持ったりとかもいいかなとか思って、あとまあこうショルダーつけても可愛いだろうし、最後に、まあ、その前にアクセサリーを選ぶっていう感じですかね。かわいいねニットベスト、みんなも着てみてね。4コーデ目、はい、これみんな見たことあるんじゃない、覚えてる。だがえ、これ見たことある。ドゥドゥドゥやばい、ドゥチーン、うわYouTube ライブの時に着てた私、もう何も見てくれてない、おしゃれしててたのに、なんも H&M とブロックコレクションっていうロスのブランドのコラボのワンピース、花柄が入ってるよ、ね、これを私は真夏着てたんだけど、まあさっきみたいな形でたらお気に入りのさっき着てたニットベストと同じブランドのパトゥのカゴバッグにちょっと引っ掛けてるけど、ここに差し色持ってきました。マイアパのパープルのトレーナー、じゃん、これももう結構着てるんだけれども、形いいからこの上からポッてかぶって着てもいいし、こうやって肩からかってかけてもいいし、暑くなっちゃったーって時は、まあこうやってさっき登場してきた時みたいに差し色として持っとくっていう使い方もおすすめです。で足元はマノロのサンダルを、ベージュのサンダルを合わせてみました。ちょっとヌーディーなカラーでまとめて差し色にラベンダー色入れてみるっていう。耳元も見て、パトゥの大ぶりのピアス、ここのジュエリーは本当におすすめ。たまにねやっぱすごい重たくって、耳たぶの修行ぐらいね重さがあるやつもあるんだけどファッションはちょっと痛みを伴ったりもするからそれはちょっとうまくやっていこう、夕方にはなくなるわっていう感じで、ちょっとパトゥ多めのコーディネートでした。おなじみの2ウェイセットアップ、プラムレッド
前もねお知らせしたけど、お腹出すのはちょっとって人はボタンついてるからピッて止めてもらっていいし、私はちょっとこの前来た時にここのボリュームが結構出てたから一折りしてこうやって入れてみてるんだけど、うん、まあ夏だと B さん合わせたり、私はファームだったら素足でかき回ったりしてたけれども、うん、まあ秋だからドクターマーチンのサイドゴアブーツを合わせてみて秋を取り入れてみたのと、小物もここは潔くピンクかけるピンクにしてみた。ヌメロベントゥーノのこのポシェット型のバッグをちょっとこうやって脇に抱えて歩いていきたいと思ってます。うん、どう？めちゃめちゃいい。だってあのピクニックの時もこれ着てたじゃないですか。着てた。桜の季節も来たし、夏も一緒に過ごしたし、秋も引き続き一緒に過ごしていきたいと思ってます。しっかり結構ここ苦しいって人もいると思うんだけど、私は結構ここホールド感があって、動いたここがビーンってなっちゃうとちょっと事件だから、これくらいのしっかりしたゴムはありがたいなって思ってる。うちもねゴムだし、これはねやっぱりいい色でしたわ。うん、これ作った時に、まあ、派手かなって、無難な色黒の方がみんな買うかなって思ったけど、意外とこっちの色も動いてくれてて、そうみんなチャレンジしてくれてる感じがしてすごく嬉しかったから、今日はガンガンもうピンクかけるピンクとかやってみちゃって、みんなもついてきてって感じで色で遊んで楽しんでいきましょうって思ってます。で足元は黒で締めた。ドクターマーチン、イギリスの風を入れてみた。イギリスとイタリアと日本だよっていう感じかな。グローバルなファッションです。3カ国コーディネートやってみましたけれども、うん、はい、今日は秋のコーディネート5選コーディネート今日紹介してみましたけれども、現行で買えるアイテムがほとんどなので、皆さんも気になったものあればチェックしていただいて、この後冬やってくるんで、冬もまたねファッションいろいろ楽しめると思うので、また次は冬コーディネート紹介していきたいと思います。今日はありがとうございました。バイバイ。